安倍さんはどうして60代後半になってもそんなにふさふさなんですか。とても羨ましいのであります。しっかりと食事をとること、ストレスがたまらないように生活することなんかを意識しているのであります。あとは生まれ持った要素なんかも大事なんじゃないですかね。まあ難しい話や医学の話は私はわからないのであります。尺に触りますね。四六時中通りのことばかり考えている私が殿様で、どうしてあの何も考えてなさそうな若ボンボンがずっとふさふさでいられるのですか。世の中とっても理不尽なのであります。こんな時お父様ならなんて言ってくれるでしょうか。あのプチキリの사람내가떠나기전에プチキリプチキリ이런사람プチキリ온사람이런사람お父様やはりそうですよね。私が間違っていました。家なましこんなものを残しておく必要ももうないのであります。今日も私は安心安全の目いっぱい老後を楽しむのであります。さてこれからどうしましょうか。安倍さんもつるつるになっちゃったのであります。